えー、皆さんこんにちはスタジオエンジン、えー、YouTube 見ていただきましてありがとうございます最近10万人チャンネル登録非常にありがとうございますはい、えー、今日のコメンテーターはですねあの高平耕喜さん耕喜、まあ、と呼ばせていただきたいぐらい、まあ、付き合いは長いんですけども、えー、高平さんこんばんはよろしくよろしくお願いします耕喜、えー、はですねずっとカーグラフィックの編集にいてその後ナビの編集長もやられてたので まあ私とは短い間ですけど、ええ、短かったあの時は <laughs> 多分2年ぐらいですよそっかでも DST 一緒に行ったよねいや2年って言ってもあの頃は多分清水さん和夫さんもそうだと思いますけど結構忙しいしいろんなことがあってどんなことがああっっったたけ、まあ、超いいろんななことあったじゃないですかあったっけ やりましたよ DST に限っても3社ぐらいからおいおいどうなってんだっていう電話とかメールとかでそしたら加藤さんが大喜びしてようやく反応したかみたいな感じで <laughs> あ厳しいこと書いてるから自動車メーカーからミサイルが飛んできたのね編集編集部にそうっすねでもそんなこと全然僕に言わないっていうのは素晴らしい編集部だよねいや 言わないというかあの <laughs> その前のカーグラフィックの時はもっとあったんですよそういう細かいことですけどそれあのいわゆる知り合いからちょっとどうなのかなっていうそのあの正面切っての出向停止とかっていうそういうあの宣告みたいな感じじゃなくてその前にこう<な>あのいろいろ打診があるというかなな話しに。 なんか話の流れでちょっとこのまんまその自動車メディアの話したいんだけどあのあっはのきまますかい30年ぐらいやってて個人的にいつも悩んでるのは大谷と田中の間にいる不動産屋はどっちの味方になるべきみたいなねまあ理想は中立でいるべきなんだろうけど。 と時,時には良くないタナコが来た時はやっぱ親寄りになってタナコあの叱ったり、ま悪徳親が出てきた時にはタナコ側に立ってあげて大、大 <laughs> 親に吠えたりっていう感じかなと思ってんだけど、あいやもうおっしゃる通りのものすごくいい例えで、うん、つまりそういう不動産屋さんとかの場合、完全に片方だけがお客さんで、もう片方はそのお客さんに 対してなんて言うんだろうその作手を迫るブロジュアジーとかそういうことはもうないわけじゃないですか。そうなんだよね。あのそれこそ近江商人じゃないですけど、うん、三方しみたいなのを狙うのがその中に入るステークホルダーの,、うん、その役目であって、うん、どっちかだけにこう肩入れをして糾弾、うん、するなんていうのではつまり ずっと昔からそんな風にして社会は回ってきてないんですけど、まあ、なおさら今は本当にあのこういう状況だと、まあ、特に SNS でなんかちょっとムーブメントになるとすぐそれがニュースになったりしますけど、うん、でもそんな1か0か白か黒かっていう風な感じで我々は人間は社会活動をしてこなかったはずなのにどうしたのかなと思いますよね。 でまあ、その同じ二元車の中でもちょっとナビはその社会寄りのねその、まあ、決して左寄りとは言わないけども、まあ、ちょっと反体制的ななんかものの見方をするでカーグラフィックはど,どうなんだろうああのまあ、メーカー寄りというかむしろ愛を持って車好きの人たちに車を愛を持って 評,評価するみたいないわゆる演数向けの雑誌だったじゃないですか、はい、でまあそれとはちょっと経路が違って「ナビ」という雑誌が大岡さんが立ち上げてま,まあ私はずっとほとんどナビの方をメインでやってきたんですけどそのメディアってなんか自分たちの主張ってあんまり強く持つと時に字が自賛になりやすいし主張がないと何言ってんだか分かんないメディアになっちゃうし難しいよね。 いやもうそれはあらゆる自動車だけじゃないですけどあらゆるメディアがあの昔から悩んであのしかもこう改良しながらどうしたらいいのかっていうことをなんて言ううでしょうね少し削りながらまた付け足しながらやってきたそれでも、そんなあのこれが正解完全なあの答えみたいなものはないじゃないですかないっていうか当たり前なんですけどえその中でも 少なくとも自動車雑誌っていうのは例えばカーブラフィックナビ以外でもやっぱり普通の雑誌とちょっと違うのはあのー、意見を言うことが許されてるっていうんですかね。あります。で自分の顔を出して自分の名前を出してで俺はこう思うどうだ君たちはこう思わないかっていうのがなぜかその許されてる部分があると。うん そうなんだよねですからファッション誌とかいわゆるそのグッズを紹介してくれるんでしょうねあのアイテム誌とか、うん、あそういうあの新しいもの若者向けのそういうファッションアイテムとか、うん、まあ最近はまたちょっと違いますけど時計とかそういうものを紹介する雑誌っていうのはもう作ってる人の顔なんて見えないし。 とにかくカタログのように情報がいっぱい入っていればそれで OK っていう時代がありましたから、うん、昔から自動車雑誌はやっぱりちょっと違うというかあのまあ昔だけどねちょっと免停になった時にあのゴルフ雑誌のクラブテストしたことあったんだけど <laughs> まずねやっぱりちょっとの悪く書くと売れなくなるから5点表で。 星5つが満点なんだけど最低でも3点なんだよね。だかてなるほど。だかられなりやっぱりメーカーに忖度してるなっていうのはあったけど、うん、まあ自動車の世界ってほら交通事故とかあるからやっぱり社会の公益性っていうキャラクターとかの部分が強いじゃないですか。そうですね,ねで安全基準はもちろんあるんだけど安全基準 取っててますなんののは当たり前のことで日本とヨーロッパは政府が許認可権を持って安全基準を持ってるからそれを超えない限り形式認定もら,えないのもらえないから安全基準取ってますなんてそんなもの,あの寝言にもなんないよねだからそこからどれだけ安全なのかっていうところが競争領域なので、まあ、あのナビではずっとその走る動的な部分の,あの差をね車ごとの差を まあテストしてきてどうだみたいなことを言ってたら、まあ、やっぱある大手自動車メーカーから結構怒られたりしてたんでしょいやー、あのー、<laughs> 俺のところには火の粉はあっ,ったけどね<も>感じてはいたけどでも加藤さんのあのー、3回ぐらいのやつは、えー、と僕がやってた短い間でも出航停止にはつながらなかったので。<laughs> あのー ちょっとしばらく、あの市場回復行くとにらまれたりとかそのぐらいで済んだのでまあ、あの今思えば全然、うん、あの帰っていいあのきっかけというかあのそうすることによってあの相手の本音というか本当はあの、えー、某 T 社がどうやって試験しているのかっていうのを知ることができてあの大変勉強になったというとそうだことがはい、はい、まああの よく忖度してるとかあの提灯だとかって、まあ、言われやすい私たちの仕事なんだけどやっぱりある種のこう信念を持ってあのやってるっていうところは、まあ、読者に分かってもらいたいなっていうのが一個あるんだけど、えー、ちょっと後期に来たかったのは僕もあんまり踏み入れてないいわゆる円数の世界ってなんか愛,愛があると全部許せちゃうっていうのあるじゃないああのこ、ー、これね、まあ、これねまは あの今日だけじゃなくてじっくりそのうちまたあの加藤さんともうそれこそこれが開けたらシングルモルトでも舐めながらじっくりあの話し合いたいなぁと思うんですけどそもそもカーグラフィックの場合はあの小賀翔太郎さんというもうパーソナリティがものすごく色濃くあの本には反映されてるわけですよ。なるほどで 彼は常にこう公平無視なジャーナリストというのを掲げてましたけどあの人ほどその好き嫌いがはっきりしてた人はいないんじゃないかなと思うんですね <laughs> もうイギリス車大好きドイツ車大嫌いみたいな感じ <laughs> いやそう,いそうなんですけど、うんえー、実はあのイタリア社とか、えー、それこそグガッティとかそのイギリスのライフスタイルは まああの学校が学校で戦前の,あの生形っていうのはもうあのイギリスのパブリックスクールをそのまま輸入したみたいなあの三菱財閥の指定しか入れなかったところに入ってますからですからまあ生活そのものがイギリス流だったんですけどでもイギリス人がフランス社とかアメリカ社に憧れを持つようなまさにそういうところまで似てたんですよ。うん、今そういういパーソナリティも たメディアってないかな、ある?。ないと思います。まあ、その後、後かどうかわかんないけど、ナビの、にいた鈴木正臣さんなんかはある種の。強烈な個性を持ってたよね。ナビはまた、あの、そもそも、あの、大川さんっていう。うん、これまた、ちょっと個性的な方がですね。うん、その、小林さんと同じことをやってて、はずっと、その小林さんの下に、膝がいるしかないっていう。 まあ、アンチテーゼを作りたくてナビというまあかなりリベラルな雑誌ができたよねそうですねで、うん、あの、うん、なんて言うんでしょうね車は読み物にもなるし文化にもなるしファッションにもなるしっていうその、うんえー、まああの運転に自信がない人が行き,むき行きがちなとあえて言っちゃいますけど 口プロレスでは負けななないぞ的な人たたちちがそっっ側に行ったんですねなるほど <laughs> まあでもその二元社が持ってたナビとカーグラフィックっていうのはやっぱり一つの時代のなんだろういい意味でのその文化っていうのは作り上げたと思うんだけどそのレガシーを受け継ぐ次のメディアがね僕もこの「スターチュエンジン」やっててやっぱりカーグラとナビの影響というのは色濃く受けてるし。 もともとモーターファンから出発したので三栄、まあのモーターファンの、まあ、鈴木さんという社長の,その非常に <laughs> とんがったキャラクターなんだけどやっぱその正義感強いしねそういうものも私の中には影響を受けてるし、うん、やっぱりメディアってなんかある種の信念がやっぱり必要だよねどの時代もね。全くそうだと思います、うん、あのよく勘違いされるんですけど小林さんは 自分だけがなんかあの独尊みたいな感じは全然なくてですね三エ書処ですとかもともと小林さんはモーターファンとかモーターマガジンとかそういうそっちの方が全然歴史が長いし、うんあのー、鈴木さん、あのー、鈴木社長当時の、うんまあ、後の会長とかそういう方ともあのすごくなんかあの勉強になるっていうか相談,相談したりとか。 そういう連絡を取り合ってんの、僕、横でなんかカバン持ちとして見ていたことがあります。ですから、なんか僕は違うんですみたいな、そういうのは全然実はない。なかった人だと思うんですよね。そうだね。あの、翔太郎さんと一緒に食事会で一緒のテーブルに着いたときに、ちょっとやっぱり困ったなと思ったの。いきなりですね。あの、僕はゴルフは嫌いだって言われて。 <laughs> なんかあれはもう接待の,あのおっさんのスポーツでスポーツじゃないみたいなこと言われて一緒に座ってた小澤浩二と私は「えそうですかゴルフは悪ですか?」みたいな、まあ、そんな思いがあったんだけどでもね翔太郎さんはやっぱり業界のの一つのレジェンドですよね時々なんかこうあのそういうこう「モ切り」リ 尊重に捉えられる時があって、あの、まあでも、それが、あの、実は、もう今は無きですけど、あの、鍋蔵が書いた金婚館とか、覚えてます鍋蔵って誰渡辺。あの、変な丸金丸美の漫画を書いた。はい、はい、はい。ナビで連載してた。はいはいはい。ああいう漫画家とか、エスエストとかにすると、もう、その、ものすごく、 ネタタを拾えるキャラクターだったらしくて、うん、それこそあの指を立てて円数とはこうですみたいな <laughs> そういうものを作るのにも最適だったんですね、うん、そうだねあのやっぱり「カグラナビ」って本当に懐かしいなと思うんだけど、まあ、それに負けない、まあ、次の新しいそのカルチャーというかね、まあ、信念を持ったメディアをやっぱり我々は。 追い求めていかなければいけないと思って、まあ、今日のこの後期との対談はこれで終わりにしたいと思うんですけどもじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます